さんこんにちは、重慶大震災の長野です。そして大会です、よろしくお願いします。さて大会さん、はい、今日も元気、今日は元気ね。今日は元気です。今日は元気、はい、今日は何かいいことあったんですか。ちょっと好きな女の子ができました。はい、映画は行ってないの。映画も行ったんですけど。行ったの。はい。あ、でもいいや、で稽古ないな。稽古の悩みは、うんうん、腕を使っちゃって、つい腕を使っちゃって、うんうん、こううまく技がかからないという。それは水族館でもなんか腕使って、やばいことあった。水族館では腕は全く使ってないですね。もう腕組まなかったの。腕も組んでないです。もう喋ってもないです。ああ。もう、魚見てるだけみたいな。その、例えばさ、はい、標識にふっとこうやってやんなかったの。いや、そんなこと。で、ふっと押さない。おいしょ、おいしょ。で、稽古ないな。稽古ないや。あ、腕の話。腕を使っちゃうってことですね。腕を使っちゃって、どうしても使っちゃうんですね。使いたい。なぜなら腕って動きやすいね。で、そこでですね、今日のテーマ。書いてる。書いてる。腕は使わず、剣を使ってね。要は腕に頼らない。はい。ね、次、剣を持っている時に腕をね、使いやすい。使えば、当然、相手に伝わりやすい。うちのその、なんだろうな、発想からのうちってのは、よくね、たまに腕伸ばしてるだけじゃないかって言われた時あります。伸ばしてるだけなんです。よりね、余計なことをしたくない、シンプルにしたいわけですね、剣を扱いっていうのは。最短で剣を扱うな、たら、ね、目標に対してね、ちょっとこう構えて。はい、このまままっすぐとね、伸ばす、腕を伸ばすだけ、余計な動作はしたくないですね。こうやってグッとやったりね、スーッと伸ばす。でもこれ見て分かるようにね、でって感じだよね。そうですね。でなので、いや、でではないんですけども、ね、まあでって感じらしいです、大会さんね。そうです、ただ伸ばすだけじゃそうでって言ってでってね、なるわけですね。腕を伸ばす、腕は肘を、ね、伸ばしてだけなんだが、実際はこの下半身を使いたいわけです。でここをね、緩みをかけていくとどうなるかというと、ね、それだけでこれだけ威力出るわけです。さらに言えば、さらにこの剣に、ね、こういう感じでね、ここから伸ばすだけをこの緩みかけてこうなったわけです。それにさらに剣に乗っけていく、剣に体を乗っけていくと、重さというか、ね、威力が出るわけです。この時にこの使い方が非常に重要で、はい、ついついね、腕で例えば、ちょっと大輝さん、はい、はい、やってみて。よろしくお願いします。伸ばして、まあ、意外ともうね、ある程度一生懸命稽古してるんでね、そんなに余計なこと意外としないですね。こういう感じでね、しっかりとしたね、打ちにするためにはこの緩みを得得してほしいと、そういうことですね。はい、はい、それでね、ちょっと剣を僕と置きます。はい、この腕を頼らない稽古をするために、例えばね、こういう体術的なね、稽古は重要になるわけです。今こうやってね、下からこう持ってます。まあ、上からでもいいんですけどね、下から持った時に、これを当然こうやったりすると相手が反応しますね。これ別に足をかけたりね、乗っけたり、ね、そうするわけじゃなく、まあ、相手もね、そんなに踏ん張ってないです。やらないまいってして踏ん張ってるわけじゃないですね、大体。はい、それでもこうやってやると人は、うん、なんだろうなるわけです、ね、その時にここの寄り身をかけていくと崩れるわけですね。どんな感じ。なんかここにはなんか何も圧がなくて、なんかふーっと倒れていくような感じで、はい、やっぱり動作の起こりがね、はい、伝わらないんで、なんかその彼がこう反応する前にこの肩がこう抜けていくわけですね。こう抜けていくから、崩れる。だからこうやって頑張ってるのはかかんないんですけどね、もちろんね、そういう理屈です、ね、例えば上から持っても、例えばふっと引っ掛けてますね、この状態ね、ここの緩みをふわってこう膝を両膝を緩むだけでこの状態がこう崩れる。この膝の両膝の緩みをこうかけることによって、腰を回すわけでもなく、こういう回転をね、相手に伝えるわけでもないし、腕でこうグッと圧を加えるわけじゃないんで、この膝の緩みが
特にこうね、反対側、こっちから切る場合だったら、ここの緩みをかけることによって、よりかけることによって、こっち側。逆にだと、こっちをかければ、ね、こっち側の今朝に、ね、威力が働くこっち側もね、こっち側も腕っていうよりも、この辺の、まあ、膝ですけどね。この辺はもう股関節はもう常にもうゆるゆるです。もうほっといてますけどね。最初意識ないと、なかなかね、ぐっとこわばっとしますけどね。それをやっていくことによって、この使い方ができるわけです。木刀使ってもね、同じようなことができます。ね、この状態。これがね、腕でやっちゃうとね、こう。なんだよ、痛いなって感じ。痛いですね。肩こり、肩こり取るんだよ、こう、肩こり。肩こり。ああ、いいですね。うわ、やった今途中でちょっとここ使ったので。それこうなるわけですね。威力っていうか、なんか急にクッと入るでしょ。そうですね。はい、じゃあちょっとこう、やってみる、ま、もう説明してだいぶ分かったよね。はい。わかりました。はい。やらせっぽくね。やらせっぽくね。お前がやらせっぽくじゃない。いやいや、大丈夫ですか、ね、されますかね、これね。ね。こうなるわけですね。はい。こういう形になると、こういうことができるようになりますね、平田さん。はい。できますか。できません。これはできません。できない。今はできません。ね。ね、これをね、将来はね、できるようにしたいね。したいです。はい。今日は結構学んだよね、もうね。学びました。何学んだの？膝の言う、あの手で行かずにですね、手で相手に伝えずに、うん、膝の緩みで崩していけ、うん、切る、切る。切る。はい。そう。その感じでね、はい、切るためには腕に頼らず、はい、どこを使う？この股関節を。そう。ね、こうね、スーッとね、はい。こういう使い方がね、はい、非常に大事だ。ね、ということです。じゃあちょっと最後、はい、やってみましょう。今日の学び、はい、お願いします。そうね、それがいいでしょうね。もう入って、はい、腕でいかない、腕でいかずに、あ、いった、いったいった、大丈夫、今行きましたか。行きました。あ、なるほど。ということでね、少しは成長したのかね。どうですか。成長しました。おいはっ。ということでね、またね、よかったら高評価ボタンと登録をお願いします。お願いします。